こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先手を奪うのはどの馬か。サファイアフォワード前に行きそうです。サドンコンサート、それに続いています。さらにはウィナーズジュノー、7番サミーワイン、その後ろ。前に戻りましょう。先手を取ったのはサファイアフォワード、並んで6番ミッドナイトエクセル、ウィナーズジュノー。この馬もこのグループ、すぐ隣にパーフェクトグラウベン。この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。前に戻りましょう。サファイアフォワード、先手を取りました。サドンコンサート、すぐ後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。それでは先頭から、先手を取ったのはサファイアフォワード、さらにはサドンコンサート、ピンクの帽子、パーフェクトグラウベン、その後ろ。先頭は依然としてサファイアフォワード、まだ粘っています。ここで先頭が入れ替わりました。トロットサンダー、サファイアフォワード2番手に控えました。さあトロットサンダー、このまま逃げ切れるでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。トロットサンダー先頭、後続とは3馬身以上の差。これはセーフティーリードか。トロットサンダー独走。トロットサンダーぶっちぎりです。トロットサンダー1着、2着はグリーンテューン。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。エプソムハード、前に行きそうです。レッドディッシュ、それに続いています。さらにはトロットサンダー、16番トロットサンシャイン、その後ろ。それでは先頭からレッドディッシュ、先手を取りました。2番手に7番トロットサンダー、赤の帽子、エプソムハード、その後ろ。その外にトロットサンシャイン、ノースガード、そのうちに続いています。その外にキュートウィンザー、クワイエットベルベール、そのうちに続いています。並んで14番クラウドミズーリ、ザイージー、そのうちに続いています。その外にスピードデイブ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はレッドディッシュ、レッドディッシュ、さらにリードを広げました。2番手はトロットサンダー、絶好の手応えです。エプソムハード3番手。さあトロットサンダー、このまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はトロットサンダー、その隣からはレッドディッシュ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はトロットサンダー、差は3馬身、後続の手応えもいい。残り 200m、 トロットサンダー先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。一気にクラウドミズーリ、やはり強い。トロットサンダー、トロットサンダー、トロットサンダー1着、2着にはどうやらミスティーハッピー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。シャイニングマジック、前に行きそうです。
クリスマスグローリー、それに続いています。さらにはフォールドコンバット6番ダブルレッド、その後ろ前に戻りましょう。それでは先頭からシャイニングマジック先手を取りました。その外にイエローリープ、その隣にクリスマスグローリー、その横にダブルレッド、フォールドコンバット、この馬もこのグループ、黄色の帽子、トロットサンダー、いい位置につけました。並んで3番シルキーサミット、レジェンドブルース、この馬もこのグループ、すぐ隣にオールチャーリー、内からはウィンドピアリス、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。さあ先頭はまだ9番シャイニングマジック、2番手はシルキーサミット。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。シャイニングマジック先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はシルキーサミット、懸命に追いすがります。さあトロットサンダー一気に来た、あと 200m、 トロットサンダー伸びてきた、グリーンチューン頑張れるか。2番手はグリーンチューン、トロットサンダーこの馬で決まりか。トロットサンダー1着、トロットサンダー完勝、トロットサンダー1着、2着はグリーンチューン、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ春のマイル王決定戦、 G1 安田記念の発走です。さあ最後は大外枠の LA ウィン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。藤山健山好スタート、 AP グランプリこの馬も好スタートを切りました。ルマーニ前に行きそうです。続いて稲妻高王、その隣にエリンバード、その外から堂島無敵、その外にハートレイク、緑の帽子、トロットサンダー、いい位置につけました。並んで9番日本ピロプリンス、ワイドバトルすぐ後ろ、その隣にマイシンザン、その横にノーブルソウル、桜千歳王この馬もこのグループ、その隣にインターマイウェイ、その横にファイナルブリザード、最後方に LA ウィン。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。ここで藤山健山先頭に変わりました。堂島無敵ほとんど差がありません。エンペラージョーンズ3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。藤山健山先頭、堂島無敵先頭、2番手は藤山健山、先頭を捉えるか。やはりトロットサンダー先頭だ。ハートレイクいっぱいになった。さあ先頭に立ったのはトロットサンダー、トロットサンダーさらに突き放します。2番手はハートレイク、トロットサンダー1着、トロットサンダー完勝、トロットサンダー1着、2着はハートレイク、トロットサンダー見事にアジアマイルチャレンジを完全制覇、アジアマイル王の座につきました。また1頭名馬の誕生です。